筋じい橋門は、筋じい見つけに設けられた門。江戸城36見つけに数えられ、中仙道や、尾な街道の交通を担ってきた。当門は、加賀藩主、前田俊常によって、マス型は、寛永13年に完成、門は、寛永16年に完成した。筋じいという名前がついた由来は、中仙道と上野関永寺へ向かう、尾成街道が、 交差することから付けられたとされる。現在では、中央線の高架のレンガの壁沿いに、五条道の説明板が立っていて、わずかに筋替え橋門があったことがわかるだけ。元の鉄道博物館の建物の南側を、中央線の高架沿いに、神田郵便局に向かって歩いていくとレンガ壁の脇に、説明板が、ひっそりと立っている。六大将軍。 徳川家信に仕えた新井白石が鬼門を研究し、鬼門校を表しており、徳川家康が江戸城構築にあたり城から鬼門方位の橋を案じる家臣に対し、名前だけを違いよと明じ位置は変えず、筋貝橋門と名を付けたと述べている。筋貝橋が架けられたのは、寛永20年間であったと言われている。筋貝橋五門が撤去されたのが、明治5年で、 翌6年に拷問の石材を利用して、石像アーチ型の万世橋が架けられた。現在の万世橋は、昭和5年に仮設されたもので、長さ26メートル、福音が長さよりも広い30メートルもあり、堂々たる親柱が印象的な橋である。江戸中期1676年に架橋東橋は、徳川将軍が、関永時に詣出る時に渡る橋で、 現在の商平橋のおよそ50メートル下流、万世橋の200メートル上流に位置していた。すぐ南に、筋海見つけがあり、橋はその見つけの付属物であった。中仙道と、尾成街道が交わり市内に繋がっていた。1872年に、筋海門が取り壊され、その石材を使用して、現在の万世橋が建設された。現在は、 筋じい橋と併設されていた昌平橋が大元の中山道に沿ったルート万世橋が中山道のバイパス道路としての役割を担っている。ありがとうございます。